事でよかった。帝国軍にかなりの打撃を与えたみたいね。さすがだわ。まっこと、そなたの奮闘には胸が熱くなったぞ。わしも負けてはおれんが、もうこの辺りには敵軍の姿は見当たらんようだ。どうやら敵の部隊は一旦本陣へと退いたようです。この勢いで今回の戦いを終わらせてやりましょう。そしてみんなが目を覚ましてきたら言ってやるの。あら、もう片付けちゃったわよってね。兵隊の光、姿なきし、破滅を退けるのは汝なり。門を開け。こんな時に、そんな、嫌だ。まさか、また例の呼び声なのか。そなたは無事か。ひとまず彼女を運んで本陣へと戻ろう。
あれから散発的に何度か戦闘が行われているが、どちらも決定打を与えることができず、一進一退、ほぼ膠着状態といったところだ。帝国軍の戦力は圧倒的だと思われたが、今のところ何とか進軍を抑えることはできている。何らかの事情で帝国側は総力を投入していないらしい。
石膏の報告によれば、すでにバリステーも本国へと引き返しているようだ。その間にどうにか帝国軍の戦力を削り前線を押し上げたいと考えているのだが、申し上げます、東方より帝国軍の援軍が襲来、次々と友軍部隊を撃破し防衛陣を突き崩そうとしています。なんだと。報告によれば該当部隊を率いているのは皇太子ゼノスとのこと。現在飛燕様以下東方連合の部隊とリセ隊長を率いる部隊が支えていますが、いつまで持つか。各地で反乱の鎮圧に当たっていたという奴の到着を待っていたわけか。了解だ。貴様は同盟軍の各陣地に向かい前線への援軍を要請せよ。いざとなれば我が輩も前線に出るつもりだが、急ぎ貴様にも援軍を頼めるか。かたじけない。貴様が向かえば百人力だ。それでは頼んだぞ。どうした？また例の声が聞こえたというのか？大丈夫なのか？そうか、確かに今は弾けない時だな。最後の砦である本陣は我が輩が死守する。貴様には前線を任したぞ。
らい受ける。湯切り。ガレアンの身で魔法まで。これがアシエンの力。かくなる上は差し違えてでもあやつを